地元の食材を使って、プロの料理人たちが競い合う料理コンテストの最終審査が浜松市で行われました。浜松パワーフード推しの一皿総選挙と題したこのイベントは。浜松の食材の魅力や料理の技術を広く知ってもらおうと。浜松料理協同組合などが企画しました。コンテストは前菜主菜など三つの部門が設けられ。市内の四十三の飲食店がエントリー。 一般投票で絞られた9つの料理を、小中学生やプロの料理人などの審査員が評価していきました。全部美味しかった。超美味しかった。これなら多分、ご飯。ええー。四杯、五杯食え、食えますね。<laughs> 審査の結果、浜松産のフルーツトマトを使ったタルトや。ブランド牛のサンドなどがグランプリに選ばれました。 最終審査に残った9品はそれぞれの店で提供されるということです。